おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース。ザナのファウンダー、リオがドバイからお届けするメタバースチャンネルです。今日はですね、一つ嬉しいことがありまして、僕たちはツイッターをですね、世界のマーケティングツールとして使っているんですけれども、これがですね、ようやく認証されましたね。なんて言うんですかね、あれ、認証。えー、ツイッター認証ですね。なんかあの、バッチつくやつあるじゃないですか。あれがついたんですよね。 で、これが何がいいかっていうと、これがあることによって、あの、まあ、もちろん目立つっていうのもいいんですけれども、あの、偽物防止みたいな感じになるんですね。で、実はもう我々もかなりありがたいことにですね、世界的に注目を集めているプロジェクトになりますので、まあ、結構ありとあらゆるところでもいろんな賢い人たちがですね、いろんなことを仕掛けてるんです悪さを仕掛けてるんですよ。ってなった時に、なんかこうね、あの、ちゃんと公式はバッジがついてるっていう公式バッジがついてたら、あ、ここのアカウントはちゃんと本物だということは、ここはついてないから偽物だ っていうことが判別でできるるようになるんですねでこれは非常にユーザーさんにとって僕たちのコミュニティのメンバーであったりとかまだそんなにそのコミュニティのメンバーは大体は分かると思うんですけど僕たちの本物のアカウントが今までねなかなか新新しい人だったらパッて検索した時にたまたまですよたまたまもしあの本物ではないアカウントが上に出てきてしまっても分からない,い,いじゃないですか で、もちろんユーザー数とかちゃんと比べたら全然ね、うちも今16万人か17万人くらいいるので、わかるんですけど、あんまりそういうことも知らない方だったら、ちょっと間違えられるかもしれないとか、あとその偽物系でもですね、ものすごいアカウントの数を作ったりとか、あのいろんな方法でこうユーザーを増やしたりしてですね、本物っぽく見せかけてるようなアカウントとかも結構あるんですよね、テレグラムとかにもあるって。これ本物なのかなって僕でも時々間違うんですけど、よくよく見たら違うなっていうことがあったりするので、そう、まあテレグラムもちょっと認証したいですね。なのでできれば。 はい。というようなことを思っているので、それは、そういった意味では、すごく大きな、このスキャム防止対策の大きな一歩かなと思っているので、嬉しいですね。あとはやっぱりちょっとなんかこう、あの、メジャーになった感じが、気分がしてですね、非常に嬉しいんですけれども、はい。そんな嬉しいことはさておいて、今日のテーマですね。今日のテーマはですね、トークノミクス。 ということについてお話ししたいと思っています。これはブロックチェーンをやられている方々とか、まあ、仮想通貨系のプロジェクト、ブロックチェーン系のプロジェクトを扱っていらっしゃる方だったら時々聞いたことがあるかなと思うんですけれども、このトークのミックスですね、非常に今後のそうですねブロックチェーンの時代になってきて、どんどん Web3 の時代になってきて、Web3 イコール自分でアカウントを管理して、自分の財産もプロフィールもすべて自分で管理する。そうすると自分のやっぱりなんていうかなこう資産もですねトークンという形になって 自分のウォレットっていう形になって、そこで、そこが中心、ハブになるんですね。すべてのアクセスのハブになって機能していくので、今後もっとさらにどんどん重要になっていく概念ではないかなと思っているので、これについてですね、詳しく知っておくと非常にいいかなというふうに思っています。大体その Web3 の時代においては、各プロジェクトがそのトークンというものを中心に回っている場合が多々ありますので、それぞれでいいですね。それぞれのプラットフォームごとに、このトークンのミックスというものが存在して、 で、それを中心にその中で経済が各それぞれのプラットフォームごとに回っているといったような状況になっているんですね。そもそものこの語源なんですけども、このトークノミクスというのは、まあ、見ればわかるかもしれないですけど、トークンっていう言葉とエコノミクスみたいなものが合体したトークノミクスっていうふうに僕は認識してるんですね。なんですけども、じゃあトークンを使った経済圏というふうな感じで日本語で訳してたらわかりやすいのかなということになります。 一応面積事項なんですけれども、僕たちはですね、海外法人で、海外の7拠点をですね、中心に事業を行っておりまして、結構この日本はまだまだですね、法律面がですね、今改善されようと、規制緩和されようとしていらっしゃるのはよく知っているんですけれども、まだまだですね、そこに関して厳しい部分があるので、そういったトークン関係の多分ビジネスがなかなかできないんですよね、日本では。というふうに聞いています。 なので、我々はこれをまずですね、日本に対してトークンに関するビジネスっていうものを行っているわけではありませんので、そこはご理解いただきたいなというところですね。で、基本的には僕たちが発行しているトークンっていうのも IDO という形式を取っていまして、海外のそういった専門機関ですね。そことを契約をして、そこから発行してもらっていると。そこから販売してもらっていると。そういったような形式を取っていますので、我々が日本に対して、このなんかトークンを売りたいというわけではなくてですね、あくまでこれは知識。 教育系コンテンツとしてお聞きいただければ幸いです。ではこのトークンプラスエコノミー、トークンのミックスという新しい経済圏のこと話なんですけれども、これはですね、NFT っていう言葉を最近皆さん聞かれると思うんですね。あれも実はノンファンジブルトークンなんで、あれもトークンなんですよ。例えばビットコインとかイーサリムとかっていう、まあそうですね、あの、まあ、正確に言うとちょっと違うんですけれども、例えばその、 イーサリウム上に作られたいろんな形のトークン。例えば、あの、US ドルとペグしている USDT とかですね。ああいうのもトークンと言います。でほとんどの、えー、世の中で仮想通貨と言われているものをですね、ほぼほぼトークンっていう認識を持っていただければ分かりやすいかなと思います。で、海外の開発現場でもですね、このトークンっていう言葉よく使われるんですけども、 その場合も何か通行のパスみたいな意味で使われますね。例えば僕ら、例えばユーザーが本人は意識はしていないんですけれども、僕がどこかのサイトに行きました。で、このサイトから次のサイトに移るときに、僕が何かしらのこのトークンというですね、ものを持っているから次のところに行けるっていう、この技術的にこの人を次に行かせる許可をするかどうかみたいなときにも、このトークンっていうのは使われているんですね。なのでそういったイメージを持っていただければ分かりやすいかなと思います。 で、僕たちのようなメタバースになってきたときにですね、こういった Web3 型のメタバースになったときに、それは同じで、このメタバースの中での経済圏を作ったり、いろんなものを許可したり、持っている人に能力を与えたりするのが、このトークンという風になっています。特に我々のメタバースは Web3 型、ブロックチェーンを活用したメタバースという風になっているのでですね、この世界では、その会社がルールを決めるというよりも、 一般に公開されているスマートコントラクトというものがあって、それがみんなの、みんなに見えるみんなの法律みたいなイメージなんですね。 例えば他の一般的なゲームであれば、ゲーム会社さんが、このゲ,ゲーム内でこれはやっていいよ、これはダメだよ、みたいな利用規約であったりとかですね、ルールが存在するんですね。で、それが破られたらもう、もう会社の一存で、そのユーザーを剥奪、ユーザーの権利を剥奪したり、ユーザーのアセットを取り上げたりっていうことができるんですけども、この世界では誰かそういった、 支配的な権限を持っている人がいるわけではなくて、コードが神様というふうによく言われるんですね。コードに沿って全てが決められていて、そのコードに合ったものしか存在できなくて、しかもほぼ何人たりともそのコード自体をいじるっていうことがですね、もう特殊な経験がない限りできないようになっていると。 言ったような意味で、このコードが全てを決めている。コードが全てを支配管理している。コードが神、みたいなことになっているんですね。でもそれって、もう人間よりもですね、ある意味今、合理的ではなかろうかというふうに言われているわけですよ。例えばその、コードって自分自身が完全にプログラムさえされていれば、それに間違ったことはですね、 し、基本的にはもうしないんですね。人員ミスみたいなものもないですし、まあそれがあったら今頃このビットコインとかイザリムとかはですね、もうこんだけもう,もう何兆円っていうお金がこの中で動いているので、そこに何かしらのエラーがあればそれが抜かれたりですね、なんかこう、トラブルがあったりとかしてるんですけども、 今そういったこともないほどに健牢なコードとして生き続けてるわけですね。そしてそれが今後も続いていく。そしてそれが信頼できるからこそ、みんなたくさんの人がもう本当に何兆円っていうお金をそのプラットフォームの上にですね、乗せていて、で、そのコードがその数兆円の動きを。 管理しているわけなんですね。で、これがこと、人間となると、一見ですね、まあ、銀行さんとか、まあ、これを聞いてらっしゃったら悪いんですけども、やっぱり人為的なミスとかがやっぱりあったりするし、システムの不具合ですとかなっちゃったりするし、まあ、すごい問題が今日本でも世界的にも出ていたりするんですね。実はこれは僕がいるドバイでも同じで、ドバイってなんか金融最先端みたいなイメージ皆さんあると思うんですけども、いや、実はこれ金融システムめちゃくちゃ古いんですよね。 で、もう本当にありえないくらいの、ブロックチェーンに慣れている僕からすると、ありえないようなことが多々起きていて、なんでこんな非効率的なのみたいな。まあ、そんな世界なんですよ。でこれが本当に、えー、トークンだったら、一瞬で済むことをですね、やっぱ1ヶ月とか2ヶ月かけてかやらなきゃいけないみたいなんですね、本当に非効率なんですよね。だからそういった意味でも、新しいこのトークンを、 活用した経済圏っていうのは、本当に誰もがすぐに参入できて、すぐに誰でも作れて、そして何か誰かを、特定の何かを信頼する必要が基本的にはないと。で、コードを、みんなに公開されているコードさえ信用できればそれでいいみたいな、そういうトラストレスと言うんですけどね、そういった仕組みがベースになっているというふうにイメージしていただければいいかなと思います。もちろんですね、そのコードにも、 完全不完全というものがあって、やっぱりそういったビットコインみたいにですね、もう何年かけで、もう10年近くからもう、累計何十、何百兆円っていうお金を扱っていて管理している堅牢な、ね、コードベースもあれば、やっぱりそう,う適当に作ったものであったりとか、穴があったりとかですね、まあそういったコードももちろんありますので、 定するリスクは存在するとでもちろん悪意がある人が作っているコードっていうのはですねその中にあるアセットを盗まれたりっていう事件も結構ありますのでもちろんそれが完璧ではないとただしっかりとその技術的なものをことを分かっている人たちの監視であったり、えー、自分自身がコードを見れる方であったりするとどういうふうになっているかっていうのは分かると。 それは既存の金融機システムとかですね、そういうのがブラックボックス、完全に、えー、もうプライベートなブラックボックスになっていることに対して、ある程度の公開性、透明性を持っているという意味では、あのー、そちらの方がですね、今う現代的とい、現代的というか、まあ、未来は必ずそういう風になっていくだろうなと、我々は考えているんですね。で、そういう風になった時に、で、やっぱりその一方ですね、当然銀行にだってエラーはありますし、カードにだってエラーはありますし、もう結構う穴だらけなシステムなわけですよ、実は。 で、当然国境も飛び越えられなかったり、何かこうね、あの、どこかの一存で、じゃあ銀行が潰れましたってなったら、それはもちろん引き出せないですし。 という意味では、まあ、あの、Web2 型と言いますか、この今までの既存の仕組みと新しいこのブ e b 3型の仕組みと、それをどちらが選んでいくかっていうのはこれからの人,人類は決めると思うんですけど、僕は断然ウェブ3派に、Web3 の方向に世界を向かっていくのではなかろうかというふうに当然思っているわけなんですね。で、そうなっていたときに、その世界の中をこう血液のようにですね、各プラットフォームの中で または各プラットフォームごとをつなぐような、えー、またぐような形でですね、存在して脈々とこう血液のように流れていってるっていうものが、このトークンになるというようなイメージですね。そして実際にこのトークンにですね、どういう役割を与えていくかっていうのは本当に設計者次第なんですね。プラットフォーム次第で、それが比較的非常にこう簡単にいろんなユーティリティ、使い道を与えられると。そういったことを比較的しやすいのがこのトークンの特徴であって、しかもそれがですね、ブロックチェーンを使っている場合は、 完全にパブリックでですね、公開された形でそれが動いていくので、もう誰もが簡単にそのトークンがどこからどこへ渡っているか、どういうふうに使われているのか、そしてもっと行動を見れば、じゃあどういった仕組みにこれがなっているのかっていうのがもう完全にガラス張りになるわけなんですね。 例えば、それぞれのプラットフォームが自由な設計、そのトークンを使った自由な設計をする。例えばですね、それがゲームのプラットフォームであれば、じゃあ、ここを開けた時にこういったトークンがもらえるようにしよう。何々を達成した時にこういったトークンがもらえるようにしよう。であったりですね。またはそのイベント、リアルなイベントとか、何かこう、アクティビティとか、えー、貢献をした時に、そういったものがもらえるようにっていうことをですね、全部こう、スマートコンとということで決めて、誰もが見れるルールを内包している、 お金みたいなものがこのトークンと言えると思います。これは実はユーザーさんだけではなくてですね、作っている開発側の僕たちも安心して使えるというところがあるんですね。なぜかというとですね、 もしじゃあこれがただの電子上のポイントだとしたらですね、もし万が一会社の中にそういう悪い人がいた場合ですね、自分自身に無限にその電子マネーを発行したりとか、そういったことができるようになるわけですよ。けどブロックチェーンだったら明らかにそういった改ざんが行われた時にこれがおかしいっていうことが発覚すると。 そういうことによって、こう、あ、これはトークンだから、じゃあ、そういった開発している会社が、あの、なんかこう、無尽蔵にお金をする続けたりするものではないので、そういった意味では、この数字を、発行数字とかですね、それを信頼することができるんですね。これが全く信頼できないのが、 残念ながら今僕たちが使っているこの法定通貨ですね。これはもう誰かが無制限にですね、もう誰にも報告しないような形でどん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 とすれていってしまうという、そういう猛烈な弱点があるんですね。その結果、じゃあちょっと何かがあった時にすりすぎた。すりすぎたらどうなるかというと当然物の物価がですね、どんどん上がっていくわけなので、で、それが僕たちの知らないところで行われていくっていうね。そういった我々にとってのリスクが存在するのが今の既存の仕組みですね。 一方、これを Web3 型にして、トークンを、ブロックチェーン上のトークンを中心とした経済圏を構築するのであれば、こういった問題はですね、かなり削減されるんですね。また、同時にこの一つもう一つ大事な仕組みとしては、この法定通貨、皆さんがじゃあいくら円を例えば仮に持っていたとしても、それが直接選挙の票には影響しないんですね。 ただトークンの場合は、これが一緒になっているケースがあるんですよ。それは物の決済としても使えるし、何かの報酬としても使えるけれども、同時にガバナンスっていう力も持っていて、それを持っている人が何かをこう決定するときに、 より多くの発言力、決定力の一部を持つといったことがですね、取り入れられているんですね。でもこれはな、なぜかというとじゃあ、じゃあお金持ちがいいのかっていうと、そういうわけではなくって、この仕組みの中でですね、その仕組みに対して、プラットフォームに対して貢献している人が、たくさんのトークももらえるっていうふうになっているので、一番皆さんのよく知るところで言うとですね、あの一番の報酬というのが、そのネットワークに対してこの計算力を、 提供している人たちですね。これが、まあ、マイニングであったり、バリデーターと呼ばれたりするんですけれども、そういった人たちは自分たちのマシンを提供していて、この通貨のブロックチェーンを構成する、このトークンの流れの正当性を守るために、マシンのパワーを提供して、計算力を提供しているんですね。で、これが一人、当然一つの会社とかではなくて、たくさんの人たちがそれを行うことによって、どんどんこれが分散化させてされていくので、 どこかが突破されても、もしくはどこかがダメージを負っても大丈夫なように、どこかが書き換えられても大丈夫なようになっているんですね。それがこの非中央集権と呼ばれる仕組みなんですけれども、その非中央集権を実現するための仕組み、力を提供している人たちがトークンをもらえるっていうのが基本、一番の基本になっているんですね。それが基本なんですけれども、我々のようなメタバースプラットフォームはですね、その中にもいろんなまた別の経済圏があって、その それぞれの貢献の仕方というものがあるんですね。例えば今我々は徐々にこの DAO っていうものを作り始めていますけど、この大きな組織の中でいろいろな役割を提供している人は、それに見合ったリワードみたいなものが与えられるという設計もしていますし、このメタバースにですね、とって最も大切なものは人口を増やしていくことでもあるので、それに対して多大な貢献をしてくださった、 人たちであったり、このメタバースの世界を作っていく上で、すごく大事なこう、クリエイティブですね。例えばそういったワールドを作ったり、その中にゲームを作ったり、アバターを作ったりという、そううクリエイターさんたちも、そういった報酬が、このプラットフォーム自体から受け取れるようになったりと、そういった世界を実現しようとしていっているわけですね。つまりは、みんなのためになるようなことをしている人たちが、 報酬を受け取れるっていう、もうすごくシンプルに言うとですね、みんなに貢献している人が受け取れるっていう、もうすごく本質に近いような仕組みを、人の手や管理ではなくって、コードで実現している。トークンを中心としたコードが作る経済圏。これがトークのミックスであって、これがメタバースになっている場合は、本当にこのメタバースという世界の中の経済をコントロールしているっていう、すごく大きなトークのミックスになるんですね。 本当にイメージとしてはこの仮想世界の法律というか仕組みというかそういったものを作っているというイメージに近いです。で、いろいろ難しいことも話してきましたけれども何が言いたいかというとですね、こういったもう本当にコードが司るみんなに公開されたパブリックな経済圏っていうのって人類が今までほとんど持っていなかったものだと思ってるんですよ。非常に新しい。 ものだと思っていて、すごくそれがですね、大きな変革をこの世界にもたらそうとしている。そういう今、タイミングなんですね。しかも、そういった波にプラスメタバースという全く新しい視覚的でもあり、体感的なもう一つの世界が現れてきて、そこにこのトークンを利用したブロックチェーンの経済圏を作っていくっていうのはですね、ある意味二重の意味でチャレンジかけるチャレンジ。 みたいなものだと思ってるんですよ。でもそれがもうとてつもなく刺激的でめちゃくちゃワクワクする壮大な取り組みを今我々ザナは皆さんと一緒にしていってるんですね。ここでやっぱり僕が強くですね、プッシュしたいのが今これだけ大きな世界にインパクトを与えるような取り組みをしている本当にその今第一歩の基礎の基礎の基礎を作り出していってるっていう今状況なんですよ。 それをやっているのが今の僕たちのこのザナディスコードの中にあるザナダオなんですね。こんなに壮大で夢のあるこの取り組みを今一から一緒に作れるタイミングなんですよ。もうめちゃくちゃ面白いし、おそらくその中でもうみんながね、僕たちも含めてみんなが学べることってもうたくさんあると思うんですね。本当に今までになかった他では絶対に学べないような得れないような経験がこれからどんどんたくさん待っていると思ってるんですよ。 今までは、僕たちもこの半年間ぐらいですね、こう、このプロジェクトを公にしてから、 進めてきましたけれども、今まではやっぱり僕たちが何かを作って、それを販売して、販売するぞって言った時は皆さんがわーってこう盛り上がってくれて、で、それが終了したら、まあ次何出るのかなみたいな感じで、次の何か,何かが待たれるみたいな、また僕たちがその間を一生懸命作るみたいな感じだったんですけども、徐々に今そのシフトが起こってきて、僕たちではなく、その僕たちも当然必死にやっている中でですね、みんな、こコミュニティの中にいるダ o メンバーの皆さんがいろんな独自のことを考えられて、 で、メタバースの中でこれからやっていく活動みたいなものをもう本当に01ベースで作っていって、そして僕もその中に入っていって一緒に討論をしながらものを作っていくっていうですね、本当にどんどん逆に今までと比べても全然楽しいフェーズに今徐々に入ってきているんですね。でもまだまだこれからでもう本当にスタートしたこの新しい DAO 体制みたいなものが始まり、始まりかけてるぐらいの今タイミングなんで、でもこれが確実に大きくなっていくっていうのはね、僕も見えてるんですよ。 なのでですね、この壮大なこう社会実験といいますか、このメタバース、そしてこの Web3、ブロックチェーン活用した壮大な新しい世界を作るですね、社会実験ですね。それをもう本当に遊ぶような感覚でぜひ楽しんでほしくて、何をやったらいいかって別にその中で自分がやりたいことをやってもらえればそれでいいんですね。 もうなんか遠慮していたけれども、いや、こんなことできないだろうなぁ、みたいなことを今の現実で思っている人もたくさんいると思うんですけれども、それが実現できるのがメタバースの素晴らしいところなので、経済圏ごとですね、ただのそれが遊びから今度はもう経済に発展していくっていう、そういったことができるのが、この遠くのミックスをしっかり持ったメタバースでありますので、 ぜひ皆さんもですね、ダ o に一歩、まずは遊びに来ていただければな、というふうに思っています。はい、このチャンネルではこのような形で、これからのメタバース時代に大切なこと、役に立ちそうなことなどをですね、このメタバース世界最先端の現場から生でお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録のほどお願いいたします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。